ああ、ああほってしのいいクリスタルアマビエ作成いたしました。金箔が吹いてもはげない国産仏壇。お仏壇の販売が天職長田後期でございます。2020年4月の18日の土曜日。今ちょうど朝5時42分の朝ドラでございます。外13度ですね。だいぶ明るくなりましたね。雨も止んでおります。実はですね、これ。 クリスタルアマビエ様ですね。あの、これ何か言うたらですね、実はここにですね、あの、ここ、花瓶が置いてありますので、ね、これアマビエ仏壇様のですね、ここの、まあ、傷が入らないように、ここに敷こうと思いましてですね、作成いたしました。まあ、こういう感じですね。しかし、おでけてますね。今は、ま、見事ですね。これ、レーザー彫刻してあるんですよ。これ、私の下手な絵でごめんなさい。はい。でですね、あの、疾病退散かな。 収束祈願という形でですね、お見事にできております。まあ、ここをこういう形でこう、効かせていただいて、お傷が入らないように、小傷が入らないようにという形でですね、行かせていただきます。えー、まあこういう形でですね、クリスタルアマビエ作成という形で,ですね。はいはい。で、えー、世界初透明グラス。 クリスタルアマビエ <laughs> 何を言ってるんですかよく分からないけどですね。はい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 。で、これ、傷防止ですね。今言いましたようにですね。まあ、あのこれもですね、私にとっては新しいチャレンジ、トライでございます。ですから、もう私もですね、いろいろ、まあ、あのー、これ、アマビエ仏壇も新しいチャレンジ、トライの熊も仏壇もチャレンジでございますからですね、新しいことでどん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 挑、ま、戦、あ、していきたいなと思っております。はい。で、えー、自分オリジナルです、これ、先々はですねあの、自分の好きな柄とかを、これ、本当に自分の、 書いた字とかができるんですよねですからこれはですねもう自分のオリジナルを先々作れるかなと私は思っておりますのでまあ、そういう形で先々は商品化していきたいと思っておりますはいで世界で一つだけのアマリエ仏壇にマッチしてますね合ってると思いますまあなかなかこれよそやにゃあですよねみたいなもう世界でこれ1枚だけなんですよ <laughs> はいはいはい世界初でございますはいはいはいで これがですねやっぱアフターコロナ、まあ、コロナが終わった後ですねクリアで見通し,見通しの良い 明るい、良い社会を実現したいと。まあ、これ本当ですね、もうそういう思いを込めて作りました。見通しの良い、クリアなですね、明るい。まあ、あの、コロナ騒動がもう終わったらですね、新しい時代が始まると思います。決して昔には戻らないと思いますね。新しい時代。ただですね、ある意味ではこれはもうカタルシス浄化だと思ってますからですね、まあ、新しい世界、クリアで見通しの良い世界を 実現したいと、してもらいたいという形でですね、アバビエ様に強くお願いしてですね、これを作らせていただきました。まあ、という形でですね、はい、まあ、あの、こういう形でですね、まあ、あのアバビエ様お飾りしておりますので、まあ、あの、こういう形でネットですね、YouTube、ブログ、Facebook で見ていただいて、まあ、あの、まあ、近所来ていただいたらちょっと寄っていただいてですね、あの、換気も、 よくしておりますし、あとはあの必ず私、ふはマスクをしておりますので、はい、ご来店くださいませ。はい、では、ここまでこの動画を見ていただいて、誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます皆様の運をあってお祈り申し上げます。